はい、こんにちは、物欲名古屋人です。今回長財布ご紹介いたします。株式会社ハレルヤさんからのレビュー品で、小さい長財布タイディ 2.0 という L 字ファスナータイプのレザー財布ご紹介いたします。あれ、物欲名古屋人さん、長財布ってあんまり好きじゃなかったんじゃないというね方もいらっしゃると思いますけれども、私はねコンパクトな長財布は大好きなんですよね。今回小さい長財布タイディ 2.0 ということでね、とてもコンパクトな長財布なんですよ。はい、このような感じで薄くてね、最小限の大きさを持った長財布になってますので、結構パンパンに今入れた状態でもねこんな感じです。がっつりとしたね分厚い長財布はねあんまり好みじゃないんですけれども、長財布自体はねアクセス性が良く、お札を何よりも折らずに入れられるというのがね大きなメリットで、使い勝手としてはいいんですよね。ただ持ち運びとかね、ズボンのポケットとかジャケットにはなかなかね入れにくいというところでね、長財布機能性はいいんですけど、持ち運び観点ではいまいちだなと思っているところです。なので長財布なのに小さくて使いやすいという矛盾するようなね財布を求め探し続けているわけですけれども、今回はそんな大きく分厚い印象の強いね長財布の概念を変えるようなね、薄くてコンパクトでパンツの後ろポケットやジャケットにも入るね、サイズ感の小さい長財布タイディ 2.0 をご紹介いたします。これね、以前クラウドファンディングの幕開けでなんと3403人、そして3900万円もの、ね、支援をすでに達成している大人気の財布なんです。カラーラインナップが14色もありまして、こちらはベーシックでとても使いやすく、ビジネスでもねいけるブラックですけれども、その他にもカジュアルに使えるカラーがねラインナップされてますので、色選びからね楽しいお財布になっています。こちらサイズ感としては、横幅が 17.2 センチの縦がね10センチ、そして厚さが約 1.8 センチというサイズになります。1万円札が横幅16センチに対して、これがね 17.2 センチということで 1.2 センチしかマージンがありません。縦がね 7.6 センチに対して10センチということで 2.4 センチということで、いかにぴったり作られているかがわかりますね。ちょっとわかりにくいかもしれませんけれども、このようなレザーでできていまして、素材はねフルレザーになっています。一部ね表の裏地は布が使われているんですけれども、中のね、はい、このようなカードのポケットであったり仕切りの部分含めねフルレザーで作られていますので、とてもこの辺りはねレザーがふんだんに使われていて、非常に質感もね高いお財布になっています。このレザー自体は今ねちょっとマットな感じなんですけれども、プルアップレザーといってね、しっとりとした感じ、これはねオイルレザーです。オイルをたっぷり染み込ませたオイルレザーになってまして、こういったオイルレザーっていうのはねエイジングが楽しめるんですよね。経年変化ですね、ツヤと深みがねどんどん増していきまして、革のね表情全くね違うものに変わっていくと思います。今はまだこのような感じですね。そして革の素材をそのまま活かしていますので、ちょっとしたシワとかねそういうのはね全然入ってます。しかもオイルレザーですのでね、ある程度のこう傷がついたとしてもこうねなじませてあげればね、はい、徐々にね、まあ、見えにくくなるというね、まあ、ある程度ラフにね扱いながらこう変化を楽しむというねお財布になっているという感じです。うん、触り心地もいいですしね、このなめしのいい匂いがいたします。まあ、この辺りの匂いはね好みあると思いますけれども、このようにしっかりとしたね、まあ、手触りも良くて、もっとツヤ感をどんどん出していきたいなと思うようなね楽しみなお財布です。このタイディ 2.0 はねウェブサイト見ますと9つものね他のコレクションもありまして、こちらは牛レザー使ってますけど、バッファローレザーとかねコードバンとかもっと高級なねレザー使っているモデルもありますので、ベースのこの形を維持しながらね様々な素材で楽しめるっていうのもねありなんじゃないでしょうか。では外観ばかりね紹介してましたけれども、実際中身見ていきましょう。まずこのようにしっかりとした太いジッパー、 L 字ジッパーになっています。こう開けますね。でここの部分ですけれども、しっかりと、はい、このね回り込むようにここ切り込みがありますので、こう開けやすいですね。非常に大きく開くというね、このような使い勝手の良さも取り入れられています。はい、
ジッパーも非常に滑らかになっています。でこの財布容量としましては、紙幣が20枚、頑張ればね50枚入るようです。そしてなんと通帳もね1冊、カードが15枚、こちらも頑張れば24枚、鍵がね3本、コインが20枚というね、かなりコンパクトなんですけど容量としては入るお財布になります。その他レシートとかポイントカードとかクーポンとかもね入るようなスペースもありますので、結構使い方は皆さんの好み次第でいろいろとね入れる場所をね自分で決められるかなと思います。でこれ面白いね配置になっていまして、まずねお札から見ていきましょうか。今このようにお札入れていますけれども、ポイントはねここ仕切りがありますので、1000円と5000円1万円今分けています。こんな感じで、ここにねお札入れられる部分がありまして、今ちょうどね1000円札10枚ここに入れてます。こんな感じです。結構ねほらぴったりなので、ちょっとはみ出るとねジッパー閉まらなかったりするので、これだけはね注意してくださいね。ただそのままもちろん折らずにお札入れられますので、よくね三つ折りとかにしますとこうやってお札癖がついてしまうんですけれども、これ今ね三つ折り財布からの取り出したお札も入ってるのでこんな感じですけれども、はい、このようにこういったね折れ目とかはねなく入れることができるというのがいいですね。なのでアクセス性のいい場所には千円札がよく使うねお札をここに入れておきますと、はい、千円二千円って取り出して入れることができますし、千円以外のねもう少し高額のお札になりますと、仕切りを分けた奥側こちらに千円と今一万円が入っています。でさらにね奥にもこのポケットがありまして、ここには二万円さらに入ってます。なので今合計ですね4万5000円ここに今入っている状態です。なのでお札もね種別が非常にしやすくて、かつ容量入るというようなねスペースになっています。で次面白いのがカードです。縦に入ります。はい、ここにシングルポケットが2つとマチがある、まとめて入れられるねこのようなポケットがありまして、このような感じになってます。なのでポイントカードとかねまとめて入れたい場合、このように束ねてザッとここにねまあラフに入れることできますし、もうピンポイントでねよく使うクレジットカードがあるんでしたら、ここの部分にね分けてシングルポケットに入れておきますと、実際使う時にですね開封してパッと開けてここからさっと出すということも可能になります。こんな感じでカードのね入れ方使い分けができるようになってますし、さらにこのお札の手前には独立したね特等席でカードポケットがありますので、まあ、どちらがアクセス性がいいかですけどね、これパッと開けてさっと、私はこっちがいいと思うんですけど、まあ、ここから取り出しても全然ありかなと思いますので、このあたり使い勝手いいですね。あと気にしなきゃいけないのがねこうお札のねこの入れ方ですね、結構ね雑に入れるとちょっと飛び出しがちでファスナーに絡みそうになることがありますので、コンパクトぴったりな分ねこのあたりのお札の入れ方本当はまあ綺麗に入れるのがいいんでしょうけど、ちょっとね気にしてあげる必要はあると思います。千円札はねまあいいんですけどね、ちょっと大きめのお札だとこのあたり本当ギリギリなのでね、はい、まあ慣れがね必要かなと思いますけれども、まあ仕切りがあって分けられるのはねとてもいいかなと思います。まあとは言ってもね噛んだことは一度もありません。はい、このような感じです。ちょっとコインは置いときまして、さらにポケットですけど反対側にもあるんですよね。このようにシングルポケットが2つと同じ機構です。まとめて入るこのようなねちょっとマッチがあるポケットがありますので、ここにも入るということで、非常にカードに関しましてはたくさん入るポケットがあります。でさらにこの手前にも仕切りというかポケットがありますので、まあ、反対側のこの1万円が今入っている部分ですね、ここには今レシート入れてます。このようにレシートとかクーポンとかね入れるといいと思います。このようにね結構仕切り分けがすごくできますので、カードの種別、そしてお札の種別、コインにカードにさらにレシート類ということで、うん、これはいいですね。そしてさらにね容量を減らせばスマホまで入ります。減らさなくても入るんですけどね、この状態で今 iPhone SE 2なんとねスッと入れますので、まあ、分厚くはなります。今の状態だと結構パンパンに入った状態なので分厚くはこのようになっちゃうんですけど、
このようにスマホまで持ち運べますので、まあお財布というよりもなんかプチケースみたいな感じでね、ミニケースみたいな感じで使うことも可能です。もっとねカード類減らせばね厚みも減りますので、お札減らしてコイン減らしてカード減らしてスマホも一緒に入れて持ち運ぶ、薄く持ち運ぶっていうのもありなんじゃないかなと思いますね。少し使ってみてますけれどもね、特に不満点とかなくてね、普通に使えてますね。ちょっとコインの部分がね、要望としては最後述べますけれども、一つね改良してほしいなというのがあるぐらいで、その他仕切り分けに関しては非常に多くありますし、厚みもユーザー次第で薄くなるという感じで、がっつり入れればねやっぱそれなりの厚みにはなってくるなと思います。なのでカードに関してはよくね横向きでこうだんだんだんってあるカードのタイプ、一番下の部分取り出しにくかったりするんですけれども、これ全部ね同じ高さで、はい、同じね見栄えで取り出せますので、このあたりはね考えられてるなと思いますね。で縦が入る最小サイズという感じです。コインです。今ここにコインありますけれども、めちゃくちゃ浅いんですよね、このコインの部分が、ここまでです。なのですごく取り出しやすいです。サッとして深くね指を突っ込む必要がありませんので、まあ、視認性もね良くて、今これどんぐらいでしょうかね、15枚ぐらい入ってるかな、はい、このように500円取り出して入れてしまうという感じで考えられているなと思いますけれども、あとね1センチぐらい深くしてほしいなと思いましたね、うん、これねこう締めて逆さまに振っても、まあ、落ちることはないんですけれども、このままちょっと置いたりするとね、こうで飛び出たりねすることもあって、少しね不安感が残る感じはありますので、もう少しここを深くしてもいいんじゃないと個人的には思いましたね。まあ、ただこれはこれでここまでジャラジャラ入れない場合はね全然問題なく取り出しやすいスペースになっていると思いますので、ちょっと飛び出しだけ、まあこのようにすぐに落ちてしまいますのでね、財布の取り扱い方だけ注意が必要かなと思います。で最後ですけど、ここに穴が3つあるのなんだろうと思ったら、これ鍵入れです。このようにキーをね入れておくことができます。うちはリモコンなのでね取り出すことはないんですけれども、物理キーをこうしまっておいたり、家ね普通にこういった鍵の方はね、お財布に1本ね予備のキーを入れておいたり、まあ、普段使うのもここに入れておいてもいいかもしれませんけれども、こんな感じで鍵を入れられるね場所があります。まあ、免許証含め全部このね中で完結できると、スマホまで入れられるというねお財布になっているのも面白いところですね。でこちらのデザインですけれども、ユニバーサルデザインという形になっていまして、右利き用左利き用両方ね用意されています。まあ、ほとんどこの辺りはね対象にはなってるんですけれども、唯一ねこのお札の仕切りの部分とこのコインの位置関係とかだったり、まあ、こうした方が開けやすかったりする場合もありますので、このようなねファスナーの位置向きがね逆のバージョンもちゃんと準備されているというねユニバーサルデザインになってるのも嬉しい点ですね。どれだけ容量入るかということでパンパン目に入れてしまっていましたけれども、実際使うときはもっとねスリムに使うことも可能です。もともとねこれコンパクト財布ですので、今このように少しね間引きました。実際使うとなると必要なカード類は特に間引いてないですね。そしてお札で今コインは入れてない状態ですね。こんな感じでね普段使うのかなと思います。お釣りが来たときだけこのコインのとこのケースを使うというね形にすると、まあ、ここ浅くてもね十分なのかなというふうに思いますね。ただカードは多めなのでキャッシュレス化のね社会にもマッチするようなこのような使い方、まあ、基本的にはお札を入れてお釣りが入ってカードとそしてレシート類が入るという感じですね。そうしますと非常に薄くて、このようにねコンパクトなのでかなりねボコボコせずにスタイリッシュに使えるんじゃないかなと思います。どうでしょう、いいですね。実際に使うとなるとこのぐらいのサイズ薄さ感になると思います。とざっと見ました、こんな感じです。各所の作りもねしっかりしてまして、特にほつれたりありませんし、ラフに使ってもねある程度傷がまあ消えてくれる、このようなしっとりとしたオイルレザーになってますので、今後のエイジングが非常に楽しみですね。このようにとても多くのお札カードコイン入りますので、この中身をどう使うかはね
あなた次第という感じですね。なので小さく持ち運びたいけど容量妥協したくないなという方にはね、いいお財布なんじゃないかなと思います。で、気になるお値段ですけれども、こういった長財布ね、フルレザーだと結構するんじゃないのと思ったんですけれども、なんと 13,333円ということで、とてもお買い得なね価格に仕上がっているのも嬉しい点ですね。なのでガンガンとね使えるお財布なんじゃないかなと思います。気に入ったの一色買ってみて、また別のカラーを揃えてみるっていうのもありかと思います。エイジングが楽しみですね。こちら引き続き私のお財布ローテーションの中に組み込んで使っていきたいと思います。ということで、今回はハレルヤの小さい長財布タイディ 2.0 というとても魅力的なお財布ご紹介いたしました。このようなお財布、時計、カメラ、オーディオ、いろんなガジェット類紹介してます。気になった方ね、ぜひねチャンネル登録していただけますと嬉しく思います。今回もご視聴いただきありがとうございました。